阪急杯2023、ノーザンファーム信楽仕上げ×〇〇もは4年連続。皆様こんばんは、加速情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編といたしまして、阪急杯2023チェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目、過去の阪急杯外球傾向を学ぶということでございまして、外球馬は過去の阪急杯でどのように構想しているのか確認していきたいと思います。そして二つ目、今年の阪急杯はどんな馬を狙うということでございまして、過去の傾向から今年狙っておく野球馬のポイントを押さえておきたいと思います。なおですね、今回はですね、グレナディアガーズ、フォーアマゾン、ルプルユ、オホールっていう感じですね、メンバーがそこそこ揃ったんですけれどもね、やっぱり皆さん期待していたピクシーナイトね、いよいよ復活かというところでございましたけれども、なんかね、左とものね、歩様に、違和感が出たということでございましてね、ちょっと急遽回避となりました。ちょっとのこれに関しては残念で、高松のゲームね、どうなるかというところなんですけれどもね、グレナディアガーズなど出てきますんでね、じっくりね、最後まで確認したいと思います。なおですね、今回の動画でまとめましたデータ回答に関しましては、週末出走馬が確定いたしました、レース前日に第2手お送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。それではこちら、阪急杯2018の傾向でございます。1着はダイアナ・ヘイロー、2着はモーザースコット、3着はレッド・ファルクスでございました。今年は2着と3着は耐久試合となっております。そしてこちら、阪急杯2019年の傾向でございます。1着はスマートオーディン、2着はレッツゴードンキ、3着はロジクライでございました。今年は1着と2着は耐久試合となっております。そしてこちら、阪急杯2020年の傾向でございます。1着はベストアクシャー、2着はフィアノ・ロマーノ、3着はダイエットニックでございました。今年は2着と3着は耐久試合となっております。そしてこちら、阪急杯2020年の傾向でございます。1着はレシステンシア、2着はミッキーブレナテ、3着はジャンダルムでございました。今年は1着と2着は耐久試合となっております。そしてこちら、阪急杯2022年の傾向でございます。1着はダイアトニック、2着はプーラフェスズラ、3着はサンライズオネストでございました。今年は1着と2着は耐久試合となっております。阪急杯2023で狙うのはということでございましてですね、大きなポイントを見つけさせていただきました。マイルから1600m ですね。1600m から外球仕上げが狙いということでございます。こちらのパターンなんですけれども、2018年3着のレッドファルクス、2019年1着のスマートオーデン、2020年3着のダイアトニック、2020年1着のレシステンシア、2021年2着のミッキーブレアンテ、2022年1着のダイアトニックという形でございましてですね、かなりね、これ構想パターンとなっております。なおですね、この赤文字にした馬なんですけれども、こちらはですね、ノーザンファーム信楽での外球仕上げの馬なんでございます。ね、ということでございましてね、ノーザンファーム信楽仕上げはですね、なんと4年連続で馬券に来ているということでございましてですね、ちょっとね、今年もね、ノーザンファーム信楽仕上げ、これで注意したいと思います。なおかつね、マイル戦から向かってくれるとなおよし、みたいな感じでございます。そしてですね、ちょっと気になっている方が多かったので、紹介させていただきますとですね、3連勝中のね、アグリね、実績としてはね、本当にもっと上の馬がいるとは思うんですけれども、皆様ね、結構この勢いね、注目されておりまして、追い切りなんですけれどもね、2月のね、8日の時点で、ね、すでにね、もう立冬ハンドで 50.8 分で自己ベストを更新してるんですよね。かなりね、状態としてはね、いいんじゃないかなと思いますのでね、この辺もね、ちょっとね、最終的に外球調整であったりとかね、ステップとか確認しながらね、最終追い切りもLINE 配信の時にまとめさせていただければと思います。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、出走馬を確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は、日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして、最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。